ニューヨークさんゲーミングの動画を視聴する際は iPhone の音量を少し上げましょう。はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、ニューヨークさん IT でございます。初めての方は初めまして。というわけで今回はですね、ブーストイベントのなんかよくわかんないやつやってみたいと思います。なんかね、もう画面全体がすごいことになってるんですよ。正直私的にもよくわかんない。これタンスナのね、チラが多すぎてちょっとね、最近やってられないんですよ。タンスナがちょっと激そうなんです。あとなんか地味にね、エイムボタンのなんか下の方にあるんですよ。わけがわかんない。なんかおお、弾が当たんない、弾が当たんない、あぶね、待って、裏来て。俺多分チラグが多すぎてね、多分今のもね、後ろから後ろを取った人多分当ててると思うんだけどね。かわいそうに多分チラグがひどいんだよね。マジスナイパーやってられないですよ、ちょっとチラグが多すぎて。よし、おお、裏来た。ほっ、やばい、おあーやばいやばい、あかんあかん。でなんかここら辺にね、変なボタンあるんですよ。それ一体何なのかよくわかんない、正直言って。ちょ、押してみましょうか。ポチッと、ジャックポット発動、イベントスコア、あーなるほど、スコアが少しアップするのね、イベントの。まずワンキル、何この赤いの、ちょ、何これ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 、ヴァンパイアみたいな名前で。ヴァンパイアみたいな名前で、でこうあーって言ってるじゃん。実際でもヴァンパイアか、奥さんヴァンパイアになったら、もしかしてそういうわけじゃないよね。あ、死んだ。え、一体何なのこの赤いのは。ん、いやでも待って、ウルフって言ってるか、狼なのかな。狼とヴァンパイアまた違うよな。どういうことだ、いまいちよくわかんねえぞ。あ、え、なんか飛んだ、ラッキー。よくわかんないな、本当にこれ。なんか イベントのあの趣旨がわかんない。これどういう、あれなんだろう、どういうイベントなのこれマジで。ああ、やばい、一発またんね。ちょっと待って、インパクトはずる。やばい、裏来てんな。ほっ。いやー、インパクトか。本当これよくわかんない。なんか全体的になんか、おお、しかも空爆飛んできたじゃん。何今の。ちょっと待って。リスポーンするために、ドゥドゥーンってマジでやめてほしい。マジで本当心臓に悪いわ。待って、これどういうゲームなんだ、本当これ。どういうゲームっていうか、どういうモードなんだ、モードなんかな。何これ、何、墓壊せるのこれ。え、リップ、どういうこと、あの口に塗るやつ、それ違うよな。え、ちょっと待って、感動がやっぱりおかしいんだよな、地味に。あー、違う、クローって何、しかも体力125って多くね。あ、わかった、もしかしたらオオカミみたいな感じで、なんかあの吸血鬼みたいになんかあの真っ赤っかになったら少し体力増えるとか、なんかちょっと溶けづらいなっていう時は、溶けづらいなって思ったらそういうことか、もしかして125っておかしいよ、だマックス100だからこのゲーム。多分そうだよ、多分それだ、それに違いない。うん。ってことは、ヘビーがそんな、ヘビーがあれになったら無双で、あ、来た、このブラッドレイジってやつ。多分これくさい。これが上の体力って、体力じゃないかな。でもおかしいな。時間経つために減ってっとるって。だからさ、墓は何だろう、リップって書いてある。そのわしの墓場みたいな、やめて、墓場みたいな、やめてよ、怖い。ちょっと待って、これどういうモードなのか、ほんと趣旨がいまいちつかめないんだよね。どうなってんだ、これ。トゥルーって掘ってみてほしい、リスするために。マジ怖えんだけど。何これ。ちょっと空爆落としてみようか。ここら辺でいいわ。何これ、なんか、だから何なのこの墓は一体。何なのこの墓は。まずね、SR 使ってないからちょっと奥さんらしくないっていうのもあるんだけど、まあそこは気にせず。待って、なんか、え、お化け、ハロウィンだからかな。ハロウィンってお化けだっけ。うん、まあ一回あんま気にせんで。ちょっと待って、久々に5やったのか知らないけど、だいぶエイムが落ちてる。というか3になりすぎてるかも。タンスは使いたいんですけどね、使ってるんだけど、なんかすごいチラグが発生するんですよ。で、まともに使えたもんじゃない、正直言って、あれは。3発に1回、3発当てて、やっと、うわ、危ない。3発当てて、やっと1発で沈むみたいな。ん?ちょっと言ってることが分かんないぞ。3発当てて、や1発で、3発当てたうちの1発しか当たんないみたいな判定が。マジね、あと、ナイファーのね、あの、ラグっていうかね、あれは普通にあります、まだ全然思ってますけど。おお、体力増えるんじゃないかな、やっぱり。おーっとっと。なにこれ、え、なんかいる、え、ブースト、なにこれ。よくわかんないけど、まあ普通通りやってみよう。いつも通りリスポンスしよう。なに今のブーストって。ブーストイベントだから、この墓は一体何なの。ちょっと危ない。一体何なのこの墓は。ちょっと待って、クソイム発動してんだけど。ちょっと待って。え、ダメージ、100% か。セロ。あ、じゃあ、え、隣、あ、隣にやられたんか。てか、まず、わしの手が狼だよね、これ、狼。もう手がなんかおかしいことになってる。え、この墓はあれなんかな、これは、塩っていうか、あれなんかな、テクスチャみたいなやつでついてるのかな。てか、地味に LGR がポンポン来てますね。おいたいたいた。
AR の判定かなり良くなってます。やっぱり僕の読み通り。まず1キル2キル、よし OK、 いいエイム、おーい、おい、おい、 OK。 やっぱ判定良くなってんだけど、なんで逆にじゃあチラが多いんだって話。待って、奥に SR がいるからもうちょい接近して倒そう。よし OK。 で、あの奥さんを止めろって言われたのはいいんだけど、こう本当にこのゲームのルールっていうか、あの趣旨が分かんない。あ、ブラッドレイジってやるになった。え、いや、なったのこれは。どうなんだ、え、どういうことマジで。これ真っ赤っかになるのは、これちょっとしばらくっていうか、やりながら調べていかないと分かんないですね、正直。ちょっと待って、あのリーコンの人があの赤点つかないから怖い、正直言って。ちょっと待って、インパクトする、ちょっと待って、ちょっと真っ赤かで逆によく分かんない、これどうなってんだ。ちょっと待って、これどういうゲームなんだ本当に、分かんねえぞ。もう FPS がなんか変わって、なんか別ゲームになってるぞこれ。おーっと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 、ちょっと待って、やばい、クソイム、クソイム、まだ感度が合わないな。だいたい15-15で設定したんだけどな。ちょ、インパクト、どこ、裏か、あー、やべ、気づいたんだけど死んじゃった。ナイフがあれかな、多分あの比較的な感じかな、ポケモンでいう。そんな感じになってんのかな、多分、わかんないけど。あれ、いや、そこでスクロールしたらまだここにいっぱいあるやん。これ一体何なんだマジで。これがミリサポ的な感じ。え、フリーフォールでミリサポ使えんの、それ相当えぐない。いや待って、マジ追いつかれた。そう、できるもこれで終わるんかと思った。あべ、うわー、撃っちゃった、無駄撃ち。あー、やばい、中途半端なところに降りすぎるな、ま、やっぱり、あー、きついなこれ、ちょっと厳しいな。え、これどういうモードなんだ本当によくわかんないですか。ブースト発動ってどういうことだ、なんかあんのかな、ブースト発動ってやつをしたら。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、敵と噛み合わない、やばい、追いつかれるんじゃない、追いつかれてるとか、わし負けてるやん。ちょ、まずい、オフ、負けちゃった。なんか地味に落ちてるじゃん。はい、というわけで今回はですね、ブーストイベントのマップの方をやってみました。正直ね、僕的にまだルールが理解しきれてないんでね、よくわかんないんですけど、今後ね、ちょこちょこやって、ルールの方や、調べていきたいと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。なんかこうちぎっとるけどさ、こんな感じで。Twitter ニューヨークさん、高評価、コメントお願いします。また明日の7時に。それでは。